新田雄大は、競輪選手、自転車競技選手。福島県会津若松市出身。日本競輪学校第90期卒業。日本競輪選手会福島支部所属。師匠は、マダラメヒデオ。福島県立白川高等学校在学中の2003年に、佐世保競輪場で開催された、全国高等学校総合体育。 大会自転車競技大会の 1km タイムトライアルで優勝する。同校卒業後の2004年4月、四日市競輪場で開催されたアジア自転車競技選手権大会ジュニア部門、スプリント2位などの実績を挙げる。2005年の全日本自転車競技選手権大会において 1km タイムトライアルで優勝するが、この種目は得意としており。 以降も2007年2008年2010年の東大街道四国で優勝している。2006年にはアジア競技大会において渡辺一世、成田和也との福島トリオで挑んだチームスプリントで優勝。2008年にはメルボルンで開催されたトラックワールドカップ第2戦のチームスプリントにおいて渡辺一世と成田和也とのトリオで挑み2位となる。 2010年にはアジア競技大会では渡辺一世と成田和也とのチームスプリントで2位となりスプリントでも3位となるその後12月にメルボルンで開催されたトラックワールドカップ第一戦への出場は競輪競争への出場を優先し参加を見合わせたが狩りで開催された第二戦には参加した二千十一年は全日本自転車競技選手権大会において スプリント競輪、チームスプリントの種目を制止参観を達成。2012年は5月1日にロンドンオリンピック代表選手に選出され、8月2日に行われたチームスプリントでは8位となる。2016年4月、リオデジャネイロオリンピック代表候補に落選。同月、自身を代表とするチーム、ドリームシーカーの設立記者会見を開き、 日本自転車競技連盟のナショナルチームとは別に今後、五輪出場ポイント獲得レースへの参加を目指すことを表明した。2018年時点では株式会社ドームとサップライヤー契約している。2019UCI トラック世界選手権大会男子競輪で2位。2020年6月に新型コロナウイルスの影響で延期された東京オリンピックへの出場が内定した。 2021年8月、2020年、東京オリンピックの自転車競技トラック、男子スプリント予選では9秒728で26位、男子競輪では準々決勝1組で6位に終わる。競技終了後、自転車競技からの引退を表明した。自転車競技での実績が認められたことにより、競輪学校には、特別選抜での技能免除で、 第90期生として2004年に入学するが、競争訓練では結果は残せず、在校成績56位で卒業した。同期には来た、鶴翼や浅井浩太郎がいる。デビューは2005年7月15日の函館競輪場で同日初勝利を挙げた。後に出場したヤンググランプリでは2007年が5着、2008年に2着という成績を残している。 また2008年には、ともひと杯の決勝にも進出して7着となっており、自転車競技と競輪の両方で結果を出す実力を発揮した。2010年は、高松の宮記念杯、ともひと杯、共同通信社杯役本番の各レースで決勝に進出すると、12月にはトラックワールドカップ第一戦に参加せず、挑んだ競輪祭の決勝で2着に入ったことから、 年間賞金獲得額ランキングの上位へ一気に進出し、同年12月27日より適用される2011年の SQS 半選手に選出される。そして SQS 半格付け初戦となる SS カップ実りでは最終バックからのめくりで押し切り GI 初優勝を果たした。2013年は高松の宮記念杯決勝で2着となり、7月26日には 松坂競輪場で当時のバンクレコードを更新、翌27日の準決勝でも同タイムで1着となった。その後、オールスターでも決勝で2着となり、年間獲得賞金上位による、競輪グランプリ2013の出場を決定させ、2014年の SQS 半角付けも決定させた。しかし二千十三年十二月の s s 十一騒動において、 日本競輪選手会からの脱退を表明し、後に撤回した際には、SS11 側の記者会見に列席したことが問題視され、選手会より2014年5月から年内い杯まで8ヶ月間の自粛欠場勧告を言い渡される。しかし、処分直前の4月に伊東温泉競輪場で開催された共同通信社杯において、開催2日目にバンクレコードを更新し、 勢いに乗ったまま迎えた決勝では、最終ホームからまくって、GII を初優勝している。その後、処分の軽減が行われたことから同年8月から、再び出場することができたが、処分の影響から、ケーリングランプリの獲得賞金枠争いで辞典となり、GP への出場は果たせなかった。2015年、慶応閣競輪場で行われた日本選手権では、 ゴールデンレーサー賞も勝利するなど、順当に勝ち上がり、3月22日に行われた決勝では、武田豊樹、平原康下で先めくりした関東ラインを追走。最終バック杉さんコーナー手前から発進。ゴール戦では、平原と浅井孝太とのハンドル投げ争いを帯差で制止優勝。GI2 勝目、4日制以上の GI においては、初優勝となった。 これにより、ケイリングランプリ2015の出場も決めた。また、同年松戸ケイリン場で行われた、オールスター決勝でも、先行した竹内優作の3番手を取り切り、最後まくって優勝、GI3 勝目を挙げた。五輪代表とはならなかった2016年は、6月の高松の宮記念杯で、最終ホームからめくりを放って押し切る GI4 勝目を、手にした。 この年に計7つあった GI で6回、決勝進出し、オールスターのファン投票でも初の1位となった。しかし、ケイリングランプリ2016では、先頭から後方に下がった後の巻き返しに失敗し7位で、入選した直後に審議対象となり、先頭に立った際に、先頭誘導員を抜いたタイミングが、ルールに定められた可能となる地点の直前だったため、 戦闘員早期追い抜きの反則行為で失格となった。2017年は高松の宮記念杯の決勝において、後方の位置から全段をバックで一気にまくりきり連覇を果たしている。また、同年11月には、競輪祭を制覇、GI4 つ目のタイトル獲得となった。2018年は、ナショナルチームとしての活動、練習に重点を置いたため、 初戦は2月の全日本選抜となったが、決勝で短期ながら最後の4コーナーから一気に伸びて優勝。これで GI タイトルは5つ目となり、GI 全タイトル制覇のグランドスラムに王手をかけた。ただ、8月のオールスター競輪に出場した後は、グランドスラムがかかった、官人新脳杯も欠場するなど競輪からはしばらく離れ4ヶ月ぶりに出走した。 競輪グランプリ2018で3着となった。2019年も同様にナショナルチームとしての活動、練習に重点を置いたため、競輪のレース参戦は同じく、ナショナルチームの一員である、脇本優太と共に少なく、SQS 班ながら2月の全日本選抜、10月の友人新能パイ、11月の競輪祭の出場は、辞退した。 ただ、8月のオールスターで優勝したことで、競輪グランプリ2019の出場は決めた。2020年は、東京オリンピック代表選手に内定したこともあり、前年同様ナショナルチームとしての活動、練習に重点を置いたため当初競輪には、出走しなかったが、東京オリンピックの1年延期が決定したことで、6月以降で高松の記念杯を皮切りに、 G.I. ないし G.I.I. を中心に出走。グランドスラムまで、あと一つとしていた、ともひとしんのでは、決勝戦に進出し、タイトルに期待がかかったが、脇本優太に、あと一歩及ばずに着で、タイトル獲得はならなかった。当年はノンタイトルであったが、獲得賞金額8位で、年末のケイリングランプリ2020出場を決め、2021年も、 S, s 半角付けとなった。2021年は東京オリンピック終了まで競輪には一切出走せずであった。オリンピック終了直後、脇本優うと共にそのまま岩木平競輪場に実質中霊で移動、同年の競輪としては初戦となるオールスターに参戦。一次予選は第一層のドリームレースが4着であったが、第二層は1着としたことで二次予選は、 シードレースのシャイニングスター賞に進出、準決勝も2着とし、決勝戦では自身含め4人でラインを組むも、近畿ラインに先着を許し5着に終わった。自転車競技での得意分野を生かした先行やめくりの先方で、速いスピードによる安定した走りを見せることが多く、特にダッシュ力には凄まじいいものがある。一方で、何もあり、先行もこなすが、 持久力との兼ね合いからペース配分が鍵となっている。ありがとうございます。